こんにちは。ラブリータウン e コマの時間です。この番組は毎月1日と15日に更新して e コマのホットな話題をお届けしている e コマ市の広報番組です。まずはイベントや催しなどをご紹介するトピックスです。10月30日、31日の2日間、生駒駅周辺店舗などで今恋バルが開催されました。これは商店街活性化事業の一環として、生駒駅周辺の店舗、地元はもちろん周辺各地の人に知ってもらい、また巡って楽しんでもらうことを目的に毎年開催されているものです。今年のバルには53店舗の飲食店が参加。お店自慢のバルメニューをバルチケットで楽しめます。期間中、バルマップを持ってお店を巡る人の姿が多く見られました。なんか生駒市民なので、こことかもずっと何回も前通ったことあるんですけど、こういうお店があるって全然知らなくて、中に入って可愛くてすごいびっくりしました。できればお友達とかに言ってまた来させてもらおうかなと思ってます。10月31日セラビー生駒で子どもたちが考えた朝ごはんメニューを考案する小学生メニューコンテストを行いました。220の応募作品からレシピや写真などの書類審査に残った6作品が最終審査へ。実際に調理を行い、大人顔負けの本格派で彩りや栄養バランスも抜群のメニューが出揃いました。審査は見栄え、時間、手際、味、そして審査員へのアピールの5点で競われます。パンのソーセージの肉汁がいい感じに出ていて、噛めば噛むほど旨味が出て、本当におめでとうございます。最優秀賞には大場くるみさんの体あったかエネルギーご飯が選ばれました。1日2回朝と夜と練習して何回も失敗もありましたが、今日は特に良かったです。一番。10月31日生駒駅周辺でみんなで踊ろうハロウィンフラッシュモブが開催されました。生駒市青年チームイデアの皆さんが企画した今回のハロウィンイベント。ハロウィンの仮装をしたおよそ60人がびっくり通り商店街やベルテラス生駒でダンスを披露しました。日頃家族で一緒にダンスとか踊ることがないので、団結して練習をして達成感がすごく生まれてすごく楽しかったです。来年もまた参加したいと思います。はい。以上トピックスをお届けしました。続いてはこちらのコーナー。街に繰り出して身近な疑問や今知りたいことを何でも調査する生駒探検隊、隊員の近藤彩香です。さあ今回のミッションは何でしょうか。来ましたよ司令袋。今日のミッションはこちら。旧生駒町役場庁舎を調査せよ。役場庁舎、これって市役所の建物とはまた別なんですか？旧って書いてるから昔あったもの。
どういうことやろう、気になりますね。町の皆さんはご存知なんでしょうか。ちょっと皆さんにお話を伺ってみましょうか。どこにあったかとかご存知でないですか。知らない。ご存知ないです。ごめんなさい。ご存知です。いや知らないですね。駒市になる前に駒町があったってことですか。それもちょっと分からなくて。そこの交差点渡ってすぐのところ左かな、はい、何かのポスターでその形は見たことはありますけれども。どんな形してました。昔のあの瓦屋根のそんなんじゃなかったですか。瓦屋根の建物があったんではないかと。知らない。ちょっと分からないです。前にできたところご存じないです。いや今のところじゃないかな。それはちょっと僕も分からないです、うん。いろいろお話を伺いましたが、若い方はやはりご存知でない方が多かったですよね。まあ、中にはヒントをくださる方もいて、これを頼りにちょっと行ってみたいと思います。この辺じゃないかっていうお話もありましたけど、あれなんか瓦屋根で木造でってお話ありましたよね。あのことちゃいます。生駒ふるさとミュージアム、旧生駒町役場庁舎って書いてあります。ということはここのことだったんですね。では早速中に潜入して調査開始です。こんにちは。こんにちは。こちらの方でしょうか。はい、館長の塩山でございます。よろしくお願いします。お願いします。あのここって旧生駒町役場庁舎なんですか。そうです。あの昭和8年に、建てられた生駒町役場の跡なんですね。そうなんですね、はい、立派な建物ですよね。そうですね、あと昭和34年に役場が本庁ができて向こうへ移るまでは、はい、あのここで、役場をやっておりました、うん。そしてその後はあの中央公民館として機能しておったんです。あ、公民館だったんですか。そうです、はい。でまた変わったんですか。そうですね、今入ってきていただいたら、分かりますように非常に、重厚な建物であるということが分かると思うんですね、うん。で平成22年に国の登録文化財として庁舎が指定されたんですね、はい。そして平成の26年に新しく生駒ふるさとミュージアムとして開館いたしました。ミュージアムっていうことはどんなものがあるんですか。はい、この中には生駒の歴史を知ってもらう資料であるとか、あるいは皆さんが体験していただく、実際に勾玉を作ったりとか、うん、土笛を作ったり、うん、そういう場所もある、学習と、まあ、憩いの場としてこのミュージアムはあるわけです。なるほど。じゃあ早速いろいろ見せていただきたいんですけども、はい、案内してもらってもいいですか。はい、どうぞ。いろんなものが展示されてるんですね。そうですね。館長、これは何ですか。これはね、はい、須恵という焼き物なんですね、はい。時代は、うん、奈良時代のものなんですけども、容器の蓋になるんですけれども、うんうんうん、これよく見ていただきますとね、はい、赤い矢印のところを見てください、うんうん。なんか字が書いてありますね。宮。そうです。これはね、当時都があった奈良の都、はい、平城宮、うんうん、そちらへこのお皿はの蓋は持っていかれた、まあ、その予定やったんですね、うん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 。ここは釜跡がたくさんあったんで、うん、その、まあ、失敗作なんですけれども、うん、平城京の方に持っていく予定であった道具であったということなんですね、うん。なるほど。じゃあこれと同じ形のものが向こうに持っていかれたと。そうです、はい。あ、それで宮と。そうですね、はい。初めて見ました、はい。まあ、字が書いてあるというのは非常に珍しいですね、うん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 、はい。この部屋は何をする部屋なんですか。はい、ここはね、先ほどお話ししました体験学習室なんです。あ、体験ができる部屋、はい。曲がたまとか、土笛をこの部屋で
子どもたちがあるいは大人の方でも作っていただけるんです。なるほど、はい、先ほどからね、はい、奥でお子様が何か作られてるんですけども、はい、彼女たちは一体何を。今はね、あの勾玉をちょうど作っているところなんです。勾玉作ったことないです。あ、そうですか。じゃあ私も勾玉作りに挑戦します。出来上がりはこんな風になるみたいですよ。ちょっと不安もありますけど、ちょっとやってみます。ちょっとわからんかったら教えてな。あ、角が取れてきた。あ、ほらもう角取れました。今日大変。ここには来たことあった？今日で3回。おう、で、勾玉今日で2個目。2個目前も作ったことあるの？あ、ほんまや、ついてるやん。どう、前やってみてどうだった？疲れた。疲れた。これ削ってるのしんどいよね。せーの、できた。館長、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。いやー、もう素敵な体験もさせていただいて楽しかったです。はいはい、ま、旧生駒町役場庁舎、ね、当時の外観の雰囲気も残しつつ、こうして郷土のいろんな情報や歴史も勉強して、はい、さらにいろんな体験もできるという素敵な場所に変わってますね。はい、はい、今は生駒ふるさとミュージアムという素敵な場所に生まれ変わっていましたよ。ということで今回のミッション、旧生駒町役場庁舎を調査せよ、これにてミッション完了です。生駒探検隊、次回もお楽しみに。続いては駅などを起点に生駒の日常をご紹介するこちらのコーナー。いかがでしたか？番組へのご意見、ご希望がございましたら、生駒市秘書広報校長課までお願いします。それでは次回をお楽しみに。さようなら。